パリ五輪第11日、バレーボール男子準々決勝日本2のスリーイタリア、5日、パリ南アリーナ、決勝トーナメント初戦となる準々決勝が行われ、日本はイタリアにフルセットで敗戦。2大へ連続で8つよ敗退となり、フィリップ・ブラン監督は、予選1位のイタリアと戦えたことは良かった。特に3セット目と5セット目、勝てそうなところまで行けたことは誇りに思う、と、 選手をねぎらった。同監督は、今大会を最後に退任する。2017年に日本代表のコーチに就任したブラン氏。21年東京五輪では高橋愛良を見抜き、29年ぶりの八強入りに貢献した。東京五輪後から監督となり、23年のネーションズリーグでは3位に入って涙を流すほどの情熱かこの日の敗戦後も、 目を真っ赤にしながら選手からは胴上げされた。試合後のミックスゾーンでは、これからは、日本チームの一番のファンでいると思います、とコメント。その隣では、通訳のスタッフが、日本チームの一番の、と訳すと、そこから言葉に詰まった。涙をこらえる通訳の肩を抱きかかえ、ねぎらったブラン氏。選手、スタッフみんなから愛された監督だった。